こんにちは。森山監督、ホーム初勝利おめでとうございます。サポーター、現場、全員でつかみ取った勝ち点3ですね。誰もサボらずに、みんなハードワークして素晴らしい試合でした。相手も素晴らしい戦いをしていて、その中でもよく今回勝てたと思います。ナイスゲームでした。以前私が動画で話した、昇格していくために一番大事なこと、覚えている方もいらっしゃると思うんですが、それは注意以下と見られるグループから確実に勝ち点差を取ること。簡単なようで難しい、これが一番昇格するためには大事です。今回も苦しい試合でしたが、大分や長崎相手にしたような緊張感で、しっかり相手をリスペクトした試合運びで、警戒度も高く、いい試合でした。これを続けていきましょう。それでは今回の採点こちらです。復興エンジニアにふさわしい試合でした。全員で取った勝ち点3です。サポーターの皆さんも朝から、いや前日から雰囲気作りお疲れ様でした。選手全員ハードワークしていましたね。強いて言うなら、ジョージは最後のシュートの部分、クロスの質だったり、本当に最後の精度の部分をもっと良くしてほしいです。中島も直接得点に絡む動きがあれば直せなかったです。エロンも得点の匂いしてきましたね。菅原、もっと絶対的なストライカーになってほしい。点が一番欲しい展開で点を取れるストライカーになってください。勝ち試合にしてください。相良、ナイスゴール。難しいシュートを決めてしまうあなたですね。豪華も起点の効いたナイスパスでした。ボクシングで言うなら、ずっとジャブ打って相手を苦しめていたものの、相手は必死に耐えていて、そこで突然アッパーに変えたとか、打ち方を変えたのが豪華ですね。ナイスパスでした。打ち方を変えたことによって、相手はついにノックダウンしました。相手のキーパーが当たってる試合だったので、相手が引いて守備が固かったっていうのもありますし、引き分け濃厚な試合だったのを勝ち点差に持っていけたのは大きいです。皆さんの、プレスバックとか相手への寄せも早く、素晴らしい守備だったと思います。これを続けていきましょう。次が秋田とのアウェーゲーム。秋田は今季初めてのホームゲームということで、気合も合っているでしょうし、こちらも、守備強度が高いチーム相手になるので、私たちもより一層気を引き締めてサポートもし、選手には頑張ってもらいましょう。次も
しっかり警戒して相手をリスペクトして勝ち点差を取りましょう。復興エンジニアに勝利をありがとうございます。それでは引き続きよろしくお願いします。ここから連戦になるのでみんなで乗り越えましょう。